いや、修学旅行楽しいな。ちょっと景色見てこようかな。いや、かなた、ほんま萌えわ。あかんわ、ほんま萌え萌えすぎるわ。あ、例のめっちゃオタクくんに似てる人だ。ああ、かなた萌え、かなた萌え。オタクくん以上にオタクしてるな。あ、ももちゃんだ。そういえ、ももちゃん、あの、キタクくんのこと知らないよな。オタクくんに似てるからどうなるんだろう。まあ、好きな人だし、別人とはわかるか。あ、オタクくん、偶然だね。ああ、全然気づいてねえや。あれ、誰かな？ミミシにめっちゃ似てる。え、私の耳そんな輝いてる？って言って入れるな。あ、オタクくんも髪色変えたんだね。めっちゃ似合ってる。やべえ、別人と全然気づいてねえよ。ちなみに俺、オタクじゃなくてキタクやで。テンパって気づく余裕がねえのか。にしても君、ミミシに似てめっちゃ可愛いな。かわいい私が。いや、そんなことないよ。オタクに可愛い可愛いって言われた。ちょっとやばいな。いや、ほんまに顔可愛いよ。いや私なんてブスブスブスドブネズミだよ。オタクの方がもうめちゃくちゃかっこいいよ。え、そう。まあ俺もかっこよくなろうと最近ダイエットしてんのよね。は？ん？お前本当にオタクくん？急に疑ったな。何がきっかけ？え、いや、オタクくんはダイエットしないよ。飯食うこと大好きだよ。そこで気づいたんかい。1日米15合食べるよ。めっちゃ食うんだ。てか、なんで知ってんだよ。お前は誰だ？あ、最初から言ってたんですけど、キタクです。神聖で可憐で最高なオタクくんに何変装してんだ。あー、ごめんね、キタクくん。ちょっとこの子頭おかしいから、ちょっとあっち逃げてもらえるかな。